こんにちは。こんにちは。生き屋突然の宮城義郎です。恵子です。今日は鴨群仁さんのお客様の声を紹介したいと思います。はい。足のサイズは 21.5。甲幅ともに小さく、外反母趾で靴を選ぶのは大変でした。スニーカーは選ぶことができず、パンプスを選ぶしかなかったため、いつもパンプスを履いていました。しかし、長時間歩いたり、旅行に行くときは頭が痛くなるくらい足が痛くなり、苦痛でした。でも、スニーカーはサイズがない。自分の足に合う靴を履きたかったので、ネットで探しまくり、やっとミキヤさんを見つけました。という、まあ、お悩みで、ちょっと遠いんですけれども、来てくださいました。はい、足がちっちゃい方もね、苦労されますよ ね、 大変なんですよね、うん、まあ、大きければ痛くないっていう感覚があるので、皆さん結構緩めにね、測れる方多いんですけど、逆に小さい足の方が、その、ある程度合った靴がないので、大きめをもう余儀なくされて測れてる、はい、でそうすると、靴の中で足が止まらないんで、しっかりこうぐーっとつま先で掴んで歩く癖がついてくるんですよね。でまあ、結果的にそれが外反母趾にも良くないということもありますし、はい、膝だとか腰にも当然負担がきやすくなりますのでね、はい、かなり小さなご苦労されているんだろうなと思います。そうですね、まあ、縁あってミキヤに来てくださって、はい、うちも本当ね、大きな靴屋じゃない、本当に田舎のそうそうちっちゃな靴屋なので、うん、いろんな在庫を置くにもまあ限界があるわけですけれども、はい、まあ、うちの持っている在庫の中でなるべくね、足のサイズとか特徴にフィットするようなものをね、お勧めさせていただいたんですが、お役に立ててね、ちょっと良かったかなというふうに思います。続きがあるので読みますね。足の測定をきちんとしてもらい、奥様が1階で私の足にぴったり合う靴を持ってきたのに少しびっくりしました。さすがシューフィッター上級者だと思い信頼でき、3足も購入しました。通勤ショッピング用に早速履きましたが、痛みは全くなくとても楽でした。とてもとても感謝しています。また来店したいです。ありがとうございます。上級シューフィッターが2名もいるから、いろいろ相談して足に優しい靴が見つかります。足の測定をしてくれるということにとても興味がありました。一度履くと他の靴は履けなくなるくらい足にフィットして履きやすいです。デザイン重視ではないけれど長いこと履けそう。少し値段は高めですね。でもメンテナンスもきちんとやってくださるので安心です、というふうにいただきました。そうですね、デザインのね、まあ、好み、まあ、人それぞれですし、どうでしょうかね、ミキヤの考え方としては履いて歩いた時のトータルの、ね、美しさを重視したいなと。こう見た目で華奢で、まあ、まずこう手に取ってみたくなるようなね、素敵な靴もあるんですけれども、はい、そういった靴は大抵こうすごく鍛えて足を上手にしてこう履く種類の靴、そうですね、使う筋肉ちょっと違うんで ね、うん、トレーニングするか、長いことそういう靴を履いてらっしゃって、はい、少しでももっと楽なそういうおしゃれ靴が欲しいって方にはいいのかもしれないけどね、はい、従来からあまり歩かれなくて、はい、常にこう楽に歩きたいって靴っていうのは基本的にやっぱりデザインをちょっとこう、ごつくはないんですよ、ごつくはないんだけども考え方も違いだと思います。お客様がね、その範囲内で、許容範囲内で気に入ってくださって履いてくださるのであれば、すごく嬉しいなというふうに思います。 で、またトータル的なね、こう美しさもちょっと考えてみていただくと、はいはい、そしてどうでしょうか、そればっかりじゃなくって、まあ、おしゃれなものもね、たまには履いてみたいという時は、はい、自分の足が悲鳴を上げる一歩手前での時間にね、履いてくださったら、うん、そういう靴も楽しめないことないと思いますので、履き分けをしていただくと、はい、本来履ける方もいらっしゃると思いますね、うん、賢く靴は履きましょうということをご提案したいなというふうに思います。でもこうやって丁寧にとても温かいことをいただいて、はい、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。まあ、じいさんみたいに外反母趾で足がちっちゃい、まあ、私たちも、ね、お答えできる範囲がそんなにまあ広くはないかもしれないですけれども、もしお近くでしたらね、はい、一度、はい、相談してみてください。はい、お待ちしております。